インターネットバックボーンの一部を表した図。濃度間を結ぶ線の長さは遅延の大きさを示し、線の色は RFC1918 の割り当てを大雑把に色分けしたものインターネットバックボーンとは、インターネットの主要感線を指す。商業、政府、学術、その他の大容量データ経路の相互接続された集合体であり、国家間、大陸間など、 世界中にデータを運ぶコアルーターの集合体である。インターネットの適用能力は、個々のネットワーク要素に記憶する、ネットワークステータスをなるべく少なくし、むしろデータ完全性、信頼性、認証を保証するための処理のほとんどを、エンドポイントに任せるという中核アーキテクチャによる、ものである。さらに、今日の高度なネットワーク上昇化と洗練された。 リアルタイムのルーティングプロトコルにより渋滞を回避し負荷分散を図るための代替経路を提供できる。インターネットバックボーンは様々なネットワークから構成される。通常この用語は ISP をクライアントとし、それらを相互接続する大規模ネットワークを指して使われる。例えばローカルな ISP はバックボーンのネットワークを形成している。 別の企業からバンド幅を購入し、それを使って個人の住宅や企業にサービスを提供する。インターネットバックボーンの個々の部分は企業や教育機関や政府が所有していることが多い。ありがとうございます。